どうも、井上マンでございます。のミルクサトです。どうしたんでしょうかということで、サッカーをもっと楽しむために、ミルワカミルクサッカーカデミー、今日こちらでございますの。なんと、川崎フロンタイレーレ、超超超超、緊急事態発生中でございます。すな,るなるほど、なるほど。 はい。これは具体的に言うと、どんなところでしょうか。あの、先日の開幕戦、はい、マリノス戦で、えー、はい、ジェジュー選手がレッドカードになりました。そうでした。そしてもう一人、車屋選手に怪我があり、この後のリリースで、なんと、登里選手も、はい、離脱ということが決まってしまいまして。なるほどそうか。 で、そしてもう一個嬉しい、うれ、ある意味嬉しかったんだけど悲鳴になっちゃうのが、あ,<ー>あの、実は高井孝太選手とあと、永永孝太選手という二人が、アンダー20の日本代表に選ばれちゃって、チームをざられちゃったんですよ。あら,ららららら、これは嬉しい。確かに。うん、嬉しいんだけど、ただ、 これ、ディフェンス、次、貸しません<ー>どうすんのって事態になってましてっていう動画でございます。はい。ど,どう切り抜けるんでしょうか川崎ということで、みりょー、あかんやってます。はい。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことは、改めて見てみると、表でまとめると、こうなります。はい。え、現状の負傷欠場組というのが、ダミアン、ユー、登里,里、車屋、慎太郎。はい。はい、そして、右側に書きましたけど、<え>あ,あ、そう、左、なんと、佐々木選手がですね、 体調不良とのことで、なんかまずは皆さんちょっと記憶1年前に戻してもらいたいんですけど、実は佐々木選手、去年の序盤にあった鹿島戦でプロデビューしたんですよ。うん、そうですよね。で、しかもゴールも決めたんですよね。だけどその鹿島戦で頑張りすぎて、うん、あの、翌日熱出たんですよ。うん、ああ、そういうなんか知恵熱。 だと思うんですけど、今回もちょっとそうういいの近です開幕戦に結構力入れすぎたんじゃないかってのがあって、ちょっとね、MVP 級の活躍というね、お話でしたけど、アシストもありましたしね、デュエルも全勝でしたし、で、プラス右側見てみると、その高井選手、永永選手がアンダー20、ジェチェン選手が出場停止ということで、なんとこれで分かるのが、今の川崎のディフェンス登録者3人しかいません。しかもう、ち1人ね、マーさん。 松永選手というユースから上がったばかりの高卒ルーキーです。だから、たぶんデビューだと思います。せざるをえないていうことですね、本人はもうやる気に燃えてると思いますけど、もそうですねあとは山村選手が一応、ミッドフィルダー登録なんですけど、ディフェンスできるので、山村選手だとは思われるんですが、どうやら、先制点が。 すいませんね、い。今日ちょっと収録一発目なもんでね、これね、失礼しました。実は水曜かなの練習では、立花田センターバックをやってると。なるほどね。ええええええ。それで清水選手がアンカーだと思うんですよね、という形の練習も、山村選手はもちろん練習してるんですけど、そういう形が今、トライされているということでございます。考えると こうなるんじゃねえかというのを見ていただきたい。はい。せーの、ド、ね、のはい。はい、一応左が、えー、この間行われた開幕戦での、はい、フロンタレのメンバー構成ということになってますけど、はい。右側が、一応スタメンにおそらく変わり、変わるだろうなっていう選手が、まあ、黄色。はい、で、ポジション変わる選手がピンクにしてみたんですけど、はい まあ多分こうですよね、うん、チョン・ソンリョン、ゴールキーパー固定、右サイドバック、山根固定だけど、なんとダブルセンターバック、2人とも出られないので、立花田、大南なんじゃないかという、左にルーキー、松永裕うと,、はい、ということになるんじゃないかと。そっか、大南選手いや、山村選手、スタメンっていうのことはないのかしら。あのこれ、あくまでこれ、うん、あくまでこれは佐藤情報です、これからななるほどなるほほどどはいああの。うん 立花、一応ね、今回練習してるのが、うんえー、センターバックやってるのが、大南プラス立花だ、大は山村という形で練習してるっぽいんですよ。まあなんでどっちかなんだなってことはわかるんですね。で、だけどキャンプのことまで遡ってみると、はい、ちょっと大南選手と山村選手を組ませた場合に、うん、なんかビルドアップだとかその連携面でやや不安なところがちょっと露呈されてるかなっていう、記事として何個か上がってたものがあったの、ね。なるほど。で、相手だって勝った柏でしょはい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 。そりゃ不安。 コンビではいかずキャプテンに任せるんじゃないかなってのは、うん、なるほどね、思いますね。うん、はあ、かなというところでございます。そうか、かしませんだもんね。ちょっとスクランブルで望むにはというところでしょうけども、これはいたした方ないところですけどね。そうですね。ね<ー>でももう一つやっぱり可能性、今マーサグおっしゃってくれたとやっぱあるのは。はいうん まあやっぱりこうですよね、清水選手、やっぱり除いて、はいうん、立花選手がやっぱアンカー入って、山村選手が右に入るっていう形もあるのかなと思うし、うん、なんかね、専門職的にはこっちの方が安心感あるのかなっていう感じもするんですけど、そうなんですよ。うん、で、もしくは、やっぱ松永選手はや,やっぱりルーキーなので、うん、彼を抜いて、立花がサイドバックなるほど <laughs> で、清水入れるという。あ まあまあ、いずれでもまあいける形は作ってくるかなと思いますけど、まあやっぱり何かしらのところで不安はやっぱり露呈するものかなってところがあるので。そう一度狙ってくるでしょう、<あ>カシマはね。そうですね。うん、なんで、今のカシマ相手にどれだったら、いわゆる自分たちの優勢ポイントを作れるかっていうのが、うん、一つ川崎は考えていかなきゃいけないものになってくるのかなというところでいなるほど。はいはいはい、はいうんはいで。あとは、まあちょっと控えのところもですけど、はい、まあちょっと、 まあさっきの形に戻してみると、うん、僕は山村選手は少なくともベンチには入るとは思ってるんですよ。で、佐々木選手も体調不良なので、ベンチには入るんじゃないかなとは思ってたりするんですが、はいはい、ただ、その佐々木選手の体調不良が、まだかかるっていうふうになってくると、山村選手がまあセンターバックの控え枠、うん、まあ瀬古選手はサイドバックもできるので、瀬古選手がサイドバックの控え枠。 そうすると、このもう一人のところが一体誰になるんだろうね、なんていうところもちょっと気になるポイントになってくると。あなその辺のね、ラインナップ注目ですわね。うねうん、で、だから本当だったらこ、去年であればここに、四年系って言ったはずでしたよね。はい、は,いはいはい。が、鹿島に行っちゃいましたし。なるほどね、そことの対決をこのね、うん 同じんでやっていかなきゃいけないってことだからそうなんですよ。去年も,一昨年もやっぱほら鹿島相手に川崎って逆転勝ちとか多かったじゃないですか、うん、で実はそのメンバーがみんないないんですよね、今ね。紫蓮選手が移籍しました、小林優選手が、えー、今、けがれいません、宮城天選手も長崎行っちゃいましたって形になってて、強い、うんうん、て言えばプラスね、ね去年、鹿児島から点取ったら山村選手かな、うん、が唯一残ってるけど、まあ、どうかってところだったり、ね、まあ佐々木選手もいたりとか、さあ、どうなるのかなとか。はいはい や、はい、っ,ってくると僕はちょっとこんな人にも注目したいなと。チャラティック戦でね。はい。うん、まだ開幕戦は、うん、ベンチ外ということになりましたから、<ー>やっぱ彼のポテンシャルちょっと出せるのを次鹿島戦あたりどうだなんてところちょっと思うところではございます、うん。なるほど攻撃面でね。はい、バチバチ攻めてもう守る時間は足りないくらいの感じでいきたいのかなっていうとい、はい。そういうことですね。ううね、まあでもあ、えー、はい、一勝しとけば柱ジェジュウさんが戻ってくるわけですから。うん そういうことですね。としそうですね。はい。なんで、その細かい、うん、じゃし鹿島戦どうなるかって話は、えー、翌日か、うん、土曜日かな、土曜日の午前中にこんな動画を出します。うん、あらあらあら。えー、川崎鹿島、えー、見る赤プレビューということで、やらせていただければと思いますので、こちらの動画をお楽しみいただければと思います。うんまあ、鹿島がどんなところを狙ってくるとかというね。そうですね。いうところもちょっと注目ですね。そういうことですね。お願いします。ということで。 あり,ありがとうございました。緊急ざいましてまいりました。皆さんのご意見もコメント欄にぜひちょうだいねということでございまして。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。昼は毎日やっております。朝晩動画を出しております。サブチャンネルはお昼に出しております。ということで、チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくね。お願いします。今日もでございました。のうみさとでした。皆さんありがとうございました。じゃあね頑張れ、お肉<末>監督。一楽しみ。